睡眠薬で殺しちゃおうか。ピストルがいいわよ。私はあのピストルの形が嫌。締めちゃおうか。本当に殺しちゃおうか。あなたが？あなたやればいい。いや、今も気持ちが悪い。あなた局であんまり評判良くないんですってね。誰がそんなことを言うの？そんなことだと驚くのね、あなた。嘘だよ、評判が悪いなんて。企画クビになるって。嘘だよ。あら、知らなかったわ。あのね、めかけ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 って何よ。ねえ、みんな集まると思う。来るわよ。本妻のあなたと一緒になってその夫を吊るし上げようってんだもん。私たちが隠れてんのに。女優さんってやっぱり度胸があるもんね。度胸じゃないわよ。いつでもああなのよ、最近私たち。嘘ばっかり。女優さんって平気で嘘言うから怖いわね。何言ってんのよ。せいですわ。自分の夫の関係した女たちとガン首を揃えて、なぜこんなところに座ってなきゃならないんですか。死んだ。死んだ。人が死んだのよ、あの事件が元で。忘れた？あの幽霊のこと忘れよ。あなたは殺したのよ。幽霊？幽霊はどこにいる？ここにいるのが分かんないんだわ。男がね、男として働き場所も取り上げられてしまっていても、子供を産むようなそういうことができるとあんた思うの？もしそんな男がいたらそいつは怠け者ですよ。不良だよ。僕はそんな人間じゃない。このままここにじっとしてるんじゃ俺死んだも同じなんだ。私のものは私が取り返しただけです。私は殺されたも同じよ。とても優しい男です。だから次から次へと女ができます。私は8人知っております。あなたを入れますとね。お友達のようにしている方もあります。誰にでも優しいってことは誰にも優しくないってことよ。幻の傑作と言われてきた黒い十人の女が36年ぶりにニュープリントでよみがえりました。企画藤井博明、脚本和田奈、撮影監督小林節夫、キャストに岸恵子、山本藤子、中村玉緒、岸田恭子、宮城真理子、森山佳代子、船越英二、伊丹一三、クレイジーキャッツ、監督市川崑。これは1961年大映制作によるシネマスコープモノクロ作品。上映時間は103分。誰かが殺してくれればいいのよ、あの男。